嫌だね、この風。昨日みたいに土砂降りの雨くんじゃん。すっごかったし。水戸から来たんですよ。水戸は全く来たんですよ。いや、一瞬だったもんね、あれ。いや、天気がなんかすごくなっちゃったから。いろいろお話しておりますが、久しぶりに、これからまた霞に出ます。いや、久しぶりっていうか結構、去年から出てるんだよね。なんでクランクフェイトをね、こう、まあ、次のクランクもあんのよ。なんでっていうと、ほら今、8A と 11A っていうのを作ったのね。で、まあ8フィート、11フィート、まあ簡単に言っちゃうとね。で、っていうところなんですけど、まあ実際にはね、うんとドエンとして巻いてやると、11A の方で 3.6。で、僕もっと潜らせる方法が、フロントのフック取っちゃってですね、0.35 もしくは 0.55 のですね、重りをくっつけるんですよ。よく分動型なんですよ。あれでケツシングルフック1本にするんですけど、まあ、これで4メーターラインとかね、4.5メーター、5メーターラインっていうのをこう狙うんですよ。つい2日前それをやってきましてですね、76センチのビッグイワナを、あれバスじゃないの、そう、イワナを釣ってきたんですけどね。まあちょっと今これから今 3A 待ってるんでしょ、みんな 3A ね。いや3になるか4になるか5になるか分かんないですよやってみないと分かんないね。そんなのもありますが、まあそれから今度スピナーベイトね、バズベイト、さまざまなものを、テストしていくという感じでございます。これ喋ってると終わっちゃいますんで行きましょう。チャートゴールド、まあ、赤金とかね、そうですね、赤金だとか、まあ、例えばのギル系のカラーだとかね、まあ、パーチカラー、パーチ系のカラー、それからあの赤金チャートゴールド、まあまあゴールドベースのカラーっていうのが基本的には霞の基本色です。そこに今度はそうですね、チャート、まあ、ホットタイガーであったりね、これからまあ色もいろいろ増えてきます。増えてくるし、今度逆になくなっていくカラーもあります、ね。あれはね、2013年の限定カラーよみたいなね。水深は 1.1m、 8A は 2m40 ぐらい潜りますから、今ちょっとトップ的な扱いです。11A と 8A があるのが、 8A の方がこう若干こう浮力が強いんですよ。ですからこうちょんちょんって引った時にこうクッと上がるこう回復力っていうのが非常にあります。舐めるように、舐めるように、舐めるように、
そうでしょ、出そうで出ないのがカスミよ。今はワニがワニいます。ちょっとワニ側のワニって難しい字なんですけどね。あの魚へんに口2つのこうゴーってこう書くような字なんだけどさ、この下が外中浦、意外とあの読めない、みんなこの漢字だと。逆波浦みたいなね、なんて読むのこれみたいな。その下があの北利根川、下が日立利根川で、この日立利根川も意外と読めない、上陸利根川と読む。あの茨城県というのは日立の国でございますからね、日立のあの日立です。こうなってるとここを噛んだみたいな、そこに針先はないぞみたいな、なんかそういう噛み方をしております。ねえ、昔の霞があるバンバン釣れてる頃だったら投げて巻きは釣れちゃったんだけど、そういう時代はさすがに終わってしまいましたね。昔うちのおかっぱり大会やってると、この川こんなちっちゃいところで、おお来た、こんなちっちゃいところで結構でかいのが出てたんだけど、よいしょよいしょよいしょ、ほらナチュラルですよ。今日はアピールじゃありませんよ、ナチュラルですよ。まあ大きさ的にはですね、あ、でも40ぐらいありますね。キャップが閉まったまんまです。今俺は写真を撮ろうとしたんですが、カメラのレンズが閉まったまんまでした。ちょっと待って、ルア見せた。オールベイト。何でもベイト。何でもベイトです。すいません、フックは今僕あのちょっとストロングな太い軸に変えてます、ね、いつ何時60が来るかどうかわからない、ね、ということで、まあ霞で60はすいません僕も